はい、えー。皆さん、こんにちは、えー。今からのお時間はですね、第1回、請求書レイアウトを作成し、印刷できるようにしようをお送りいたします。こちらのセミナーはですね、全4回を通して、請求書の帳表レイアウトの作成、印刷方法などを説明し、実際に私たちがですね、利用している手法などを交えながら、 どうやってスムーズに請求書を印刷できるようにしているのかをお伝えしていきたいと思います。ではまずですね、スピーカーの紹介です。えー、株式会社バルーンヘルプのかゆかわと申します。2016年に入社しまして、システム開発部に,システム開発部にてですね、 主に人員、会員管理のシステムを担当しております。えー、食べることが大好きでなんですけれども、えー、太りすぎまして最近ダイエットを始めました。パーソナルジムと食事制限で今4キロ痩せまして、夏までにあと6キロ痩せるべく今頑張っているところです。合わせて弊社バルーンヘルプの紹介もさせてください。 設立は1997年、以来20数年間ですね、クラリスファイルメーカーに特化してシステム開発を行っております。具体的な業務内容としては、クラリスファイルメーカーでの開発、業務コンサルティング、マンツーマントレーニング、またファイルメーカーライセンスの販売や、クラウド環境の構築も行っております。クラリスプラチナパートナー,ー,トナーとしても活動しております。 お客様のご要望に合わせて、人に優しく使って楽しいシステムを作るお手伝いをさせていただいております。何かございましたら、ぜひ一度、弊社ホームページをご覧ください。はい、それでは本日のアジェンダです。まずはですね、プロローグの中で目的を確認し、全4回のウェブナーで、どんなことを行うのか、説明していこうと思います。そして、その後、 ゴールとなるファイルを一緒に確認しまして、実際の作業といいますか、手順に移っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずプロローグいきたいと思います。えー、請求書を印刷したい。 まあ開発している方なら、この機能を作ってほしいと言われたことも多いのではないでしょうかね。入力した情報をボタン一つで簡単に出力したいだとか、自社オリジナルのフォーマットで請求書を印刷したいだとか、よくある話ですよね。ただ、実際に実現するには、開発する側としては少し手間がかかる印象ってありませんか まあ需要はあるんですけれども、思ってるよりやることが多くて大変なんですよね。では、PC 画面ですね。パソコンの画面に映っている入力用の画面をそのまま印刷すればいいじゃないかと思われる方もおられるでしょう。今、画面に映っているのが入力用の画面のサンプルなんですけれども、もうこれこのまま印刷しちゃえということですね。 まあしかしながらそう簡単にはいかないんですね。実はですね、入力画面をそのまま印刷してしまうと、左の図にある緑,の緑色の四角で囲まれている部分ですね、そこの請求書の明細にあたる部分、すべてがの行が印刷されないんですね。これでは、正しい請求書を顧客にお渡しすることはできませんし、トラブルのもとにもなってしまいますよね。 では、先ほどお見せした請求書のような、明細をポータルで見せているレイアウトは、どのように印刷するのがまあいいのでしょうかっていうところを考えていきたいと思います。本ウェビナーではですね、全4回を通して、複数の明細表示が必要な請求書を印刷するために必要な こちらの4つの内容をお話ししていきたいと思います。第1回目で,ですね。本日は印刷用のテーブルを作成という部分をやっていきますで。第2回目は印刷用のテーブルオカレンスで帳表を作成するというところですね。第3回目は印刷用のスクリプトを作成してみる。そして第4回目で複数ページを印刷するときのスクリプトを作成。 というもしですねご視聴されている皆様のお手元に実際に使用されているファイルがありましたら、まあ、あのこのウェビナー見ながらでも構いませんので一緒に手を動かしてみてくださいで何か一つでもあのこの全4回の中で使えそうな機能いい機能があれば盛り込んでいただきましてご自身で使われているファイルが少しでも便利になれば あの、幸いでございます。はい。それでは、全4回のウェビナーのゴールですね。完成形のファイルを一緒に今から確認してみましょう。デモに移りたいと思います。よいしょ。はい。えっと、こちらがですね、 えっとこちらのファイルが完成形のファイルになります。でよくある販売管理システムの一部である、えー、請求に関する機能をモジュール化したようなものになるんですね。よいしょ、ちょっとごめんなさい。カーソル出ないの最大化、やめました。はい、こちらですね。はいまあ、販売管理システムの一部である、 請求の部分だけこのファイルに盛り込んで、えー、機能をモジュール化したものになります。ではちょっとどんなものか一緒に見ていきましょう。まずこの画面を開くとメニュー画面がありまして、ボタンが並んでますね。請求一覧というボタンを押してみましょう。よいしょ、えー。一覧に入りますと、リスト形式のレイアウト表示されました。で まあ、よく見てみると、請求番号があって、請求年月があって、あ,あ請求先があると。で金額があったり、というふうな並びの、えー、レコードがそれぞれありますね。で、まあ、ここまで見ると、まあ、請求書単位でレコードが、まあ、作られているのかな、っていうのがなんとなくわかるかな、と思います。では、この左のポッチを押してみましょう。よっ。 押すと、今度、先ほどは一覧のリスト形式の画面でしたけれども、今度は詳細画面ですね、に遷移しました。こちら見てみると、よいしょ、上ですね、画面の上部、よくえ私とかもあのヘッダーっていう呼び方をするんですけれども、そのヘッダーに当たる部分には、 まあ請求先の名前、番号があったりとか、あと住所、電話番号とかもあったりしますね。で右の方を見てみると、請求日、納品日だとか、えーとまあ、大切な日付類と、あと右下ですね、見てみると、承継だとか消費税、売上額といった金額が表示されているのがわかると思います。さらに下見てみますと、 何やら明細があります。でこの明細何かといいますと、この今ご覧いただいている請求書ですね、株式会社カレーライスに関する請求書の金額の内訳がこちらの明細たちになります。 でえーとまあ、こういった商品番号ですかね、左端にあるのが商品番号で、真ん中にあるのが、えー、商品名で書いてあると思います。で、数量があって、単価があって、数量×単価の承継が表示されていると。で、そちらのここの承継だとかの金額合計が上の、えー、減った側にある証券の合計額になっているのがわかるかなと思います。 よいしょでは、えっと、この画面の上にですね、えっと、請求書っていう印刷ができそうなボタンを置いてますので、ちょっと押してみようと思います。よいしょ。現在表示されている請求書を印刷します。よろしいですかという表示が出ます。OK を押しましょうで。OK を押すと、プレビューの画面が今、立ち上がってきましたね。 で、これ見てみると、えっ、ー、と、真ん中にデカデカの請求書というタイトルがあって、左側に、えっ、ー、と、これ、請求先の情報ですね。住所だとか名前。で、右側見ると、バルーンヘルプ株式会社。まあ、これが自社の情報かなというところですね。で、その上見ると、請求書の番号だとか、請求日、納品日というものがありますね。 で、さらに下見ていくと、文言があって、えー、金額、それぞれの金額の合計が記載されてまして、でさらに下見ると、明細情報ですね。こちら表示されてます。で、明細の数も、こう、いっぱいありますけれども、そうですね。下はまあ余白で余っているような感じですね。で、尾行があって、右下にページの番号が。 表示されてるなという請求書が今出てきたかなと思います。はい。じゃあ一旦閉じますね。はい、で、まあ、請求書のこれが入力画面ですね。請求詳細入力画面というものがこちらのフェイアートになりました。で、戻るボタンで戻ると、まあ、一覧紙に戻ってくると。はい、で、えっと、今、ちょうど、 一緒に確認していただいた請求書の明細が、あのー、ちょっと別のものも見てみようかなと思います。このオムライス株式会社見てみましょう。さっきと比べると、ちょっと明細の数が多そうですね。今これスクロールすると画面にはあの見えてくるんですけれども、これだけ登録がありますで。こういった明細の数が多い請求書を印刷しようとするとどうなるでしょうかというところですね。 よいしょですると,、えっと、この米から始まり、このケチャップですね。で、いっぱいになっていると。えー、15行ですね。15行でマックスいっぱいになっていますで。これ、えっと、先ほどはなかった次のレコードに送ることができます。で次レコードを送ると、えっと、マヨネーズとチェダーチーズっていう2つの名菜ですね。15行を超えた16行、17行目の 明細が次のページ、請求書の2ページ目に印刷されているのが分かりました。で、右下のページ数を見ると、今2レ,2レコード目、このレコード送りした場合は2の2。1つ戻ると2の1に変わっているのも分かると思います。うんうん、ということで、まあ、入力した情報ですね、この請求書の入力画面はオムライス株式会社の2764というレコードですけれども、印刷ボタンを押すと、 えっと、勝手にこれにレコード分、まあ2ページ分ですね、請求書が作られてるなっていうのをちょっとなんとなく今覚えておいていただければなと思います。うんうん、これが、えっ、ー、と、今回のゴールですね。2ページ目の、えー、請求書を印刷したいっていうところになります。うん、あとはですね、この一覧画面で、えっ、ー、と、請求書一括っていうボタンもあります。これも押してみましょう。 押すと、印刷していいですかというメッセージ出てきますけれども、まあ対象8件ですっていうふうなも文言も、えー、表示されてますね。で、OK。とすると、はい。えっ、ー、と、またプレビュー画面別で立ち上がってきました。で、こちら確認すると、レコードを送っていくと、10件ですね。まあ10ページありそうですと。で、後ろの 一覧画面見てみると、対象の請求書8件、8レコードしかないのに、こちらのプレビュー10レコードになってますよね。なんでかなと思って見ていくと、さっきのオムライス株式会社さんですね。こちらに関しては、明細の登録が多いので2ページ。わかりますかねこの減ったオムライス株式会社のままですけれども、ページ数が 1, 2の1と2ですね。分かれてます。 で次のページはえっと1の1なので1ページの請求書ですね。で、次もう一個このステーキ、有限会社ステーキさん。で、ここもえっと16行目まで明細登録があるので、えー、2ページ分請求書が生成されているので、まあ、8、8つの請求先に請求書を印刷したいけど、2ページの分があるので、えー、表示上は10レコードになっている。こっち側がいいことですね。 かかるかなと思います、はいでえっと、メニュー戻りましょう。それ以外何あるかなというところで、この設定というところを見てみましょうか。ここ入ると、組織情報というタブがありまして、そこに会社名、代表者名だとか郵便番号が載っていると思います。ここがあの自社情報を格納しておくような場所ですね。 でまあ、今入ってませんけど、口座の番号とか、あと登録番号、インボイスに関するまあ登録番号の枠、あとロゴ、社員を登録するようなところも設けてあります。で最後にですね、まあ、今回の全4回のウェビナーにちょっとあんまり関連ないかもしれないんですけれども、請求明細というレイアウトがあります。これ何かといいますと、先ほど画面上でご覧いただいていた請求詳細の画面に、 下の方に明細が登録できるポータルというものがありましたよね。そこのポータルの中身だけをリスト形式化した画面になります。でまあ、これはあった方が便利なので、まあ、私どもはよく作るものになります。例えば、っ、えー、と人参を、えー、と納品請求した、えー、と取引先はどれくらいいるかなということで、人参 で事故の商品名を打ち込むと,、えー、と、この2つの請求先に人参を、えー、納品したなということが分かります。というふうに請求書単位ではなくて、えー、打ち込まれた明細単位で情報を串出しで検索できますので、後々集計をしたいとかなった場合使いやす、えー、このレイアウトを使ったりとかということをあのすることが多いです。あとはユーザーの方が検索して何かを探したいとか ね。喜ばれること多いので、ぜひ、あのこ,のこれを機に開発されている方は追加してみていただいてはどうでしょうか。この請求管理の、この下の明細部分ですね。ここだけを表示しているようなものが先ほどの画面になります。はい。まあ、ざっと、えっと、完成ファイルの説明はこんな感じになります。それではスライド戻りましょう。 では、えー、と本ウェビナーの注意点ご説明します、えー、本ウェビナーの注意点ですが請求書を印刷するカスタムアップを一から作るのではなく請求書を印刷するために必要な最小部分のご説明に特化したウェビナーとなります初めから請求情報を入力する画面はご用意いただいている前提で話を進めていきますのでご了承くださいということです あのー、今お見せした請求の一覧があって、請求の詳細画面、入力画面があってという、あの部分ですね、あそこのレイアウトを作るってことは、今回の第4回、全4回のウェビナーでは行いません。今回はあくまで請求書を印刷する、請求書のレイアウトを、帳表ですね、を作るっていうところに特化したウェビナーとなりますので、えー、ご注意ください。 それでは、えー、と本日は第1回目の内容ですね。印刷用のテーブルを作成を進めていきましょう。はい、アジェンダに戻ります。それではまずは印刷用のテーブルを作りましょう。印刷用のテーブルって何だろうってところです。皆様、聞いたことはありますかね あまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。先ほどお見せした完成版のファイルではですね、請求詳細という請求する内容を入力するための画面がありましたね。え図の左,左側ですね、にある請求詳細入力画面とされているのが、えっと、請求詳細のレイアウトですね。 そして右側にあるのが、帳票用、印刷するための請求書のレイアウトになります。実はこの2つ、同じようなレイアウトなんですけれども、使用しているテーブルが違うんですね。じゃあ、実際にどうなっているかっていうものをもう一度、完成版のファイルを見て確認していきたいと思います。こちらですね、の請求一覧。 で詳細画面入ります。仮定ですね、こちらの画面です。でじゃあレイアウトモードに変更して、実際どのテーブルを使っているのか確認していきますで。ここのレイアウトの名前の右に、ですね、テーブル c a 0 0 1請求と書かれています。これが今、このレイアウトが使用している、えー、オカレンスが、えー、記載されているんですね。 クラリスファイルメーカーのレイアウトは必,必ずですね、オカレンスを指定する必要がありますで。このオカレンスというものがですね、このファイルの管理のデータベースで。このデータベースの管理の右、一番右のリレーションシップっていうところを押すと、ここに、えー、リレーションシップグラフというのが出てきますと。はいで。ここで、えっと、 このオカレンスを指しているんですね。このオカレンスという、このグレーになっている四角い、こいつですね、はい。で、えっと、後ろを見比べていただくと、テーブル CA001 アンダーバー請求というものと、CA001 アンダーバー請求というものがあります。というので、こ,こ,このオカレンスを請求入、詳細の入力画面は指定しているということになります。 で、えっと、余談なんですけれども、今ご覧いただいているリレーションシップの画面ですね。あの、CA とか CB とかっていうローマ字と数字001002とかっていうようなあの命名ついてると思います。これがちょっとあの、我が社で取り入れてるような命名規則っていうものになります。こういった形で、えっと、まず CA001 という請求という文を作って、 そこの CA001 請求に関するお金れん証をここここここ追加していっていると、はいで。追加した場合は2番、3番、4番で番号を増やしていくというようなルールにしています。これすると何がいいかというと、開発するときのメンテナンス性がかなり上がります。 まあ、例えば、レイアウトを作るときにオカレンスを指定しなきゃいけない場合、どれだったかなと、あの、一目で見て探せますし、スクリプト、えー、記入じゃないや、えっ、ー、と、スクリプトを作成するときも、えっ、ー、と、もちろん、オカレンスを指定しなきゃいけない場合もありますけれども、そのときにどれだったかなっていうのも一目で見てわかりますので、もしよければ、あの、真似してみていただければなと思います。 では、えっと、この CA001 のオカレンスを指定していることが分かりましたで。これダブルクリックするとテーブルを指定という小さなウィンドウが出てきます。これを見ると、ですねこの CA001 アンダーバー請求というオカレンスは、この請求というテーブルを指定したものだというのが分かるんですね。はい、ということで。よいしょすいま <laughs> ということで、この請求詳細入力画面のレイアウトは CA001 アンダーバー請求というオカレンスを使っていて、テーブル自体は請求のテーブルを使っているということが分かりましたで。次はですね、先ほどお見せしたこの請求書のボタンを押した先に表示された請求用の、えー、請求書レイアウト、帳表ですね、の中身確認していきたいと思います。 一応同じように確認しましょう。えー、画面表示して、レイアウトの選集を押して、ここ、テーブルの横、番号を見ると CC0001 印刷になってますよね。じゃあ、リレーションシップグラフちょっと開いて見てみましょう。この CC001、えー、ですね。ちょっとすいません。ここの、ローマ字も違ってますけど。 この CC、これですね。CC001、こちらが、えー、今指定されているものですね。オカレンスになりますで。ダブルクリックすると、印刷のテーブルが選択されているの分かるかと思います。はい。以上。ちょっとキャンセルしますね。 うんうん、で一応テーブルの中身も見ておきましょう。今、リレーションシップ見ましたけれども、このテーブルというところ、クリックすると、このファイルに作成されているテーブルが一覧で表示されます。この請求っていうものですね。この請求のテーブルの中身はこんな感じ。いろいろ追加されています。で、印刷。印刷は割とすっからかん,んですよね、うんうん。ということで、まあ、テーブルも違えば中に 追加されてるフィールドも違うなということが、まあ、あの分かっていただけたんじゃないかなーと思いますよいしょ。では、スライドに戻りたいと思います。さて、えー、全く別のテーブル使用していることは分かりましたが、まあ、なんでこんなことをするんでしょうか。 わざわざする必要あるのっていうところの理由を今からご説明します。まあ、理由としてはですね、まあ一つですね、請求書の明細数が多い場合、明細すべてが印刷されないためです。で今、画面上でご説明しておりますけれども、PC 画面ではあの入力画面ですね、スクロールすれば下に登録していた明細の中身っていうのは、 15行以上、17行、18行、19行あっても延々と追加はできます。ただ、印刷するときにはですね、あの、最初の方の、あのー、スライドで、まあ、男性が PC 画面全部印刷すればいいじゃないって言ってた、あそこですね。で、ちょっとちらっとお話しましたけれども、印刷するときには、明細すべてが、あのー、印刷されないんですよね。画面上、えっと、見えない状態で印刷されてしまう。 ということで、1ページに収まる明細数ごとに、明細をまとめるヘッダーのテーブルが必要っていうふうになっちゃうんですね。で一応ちょっと画面でお見せしますと、えっ、ー、と、この請求書自体は15行目まで印刷できるように設定をしております。で、えっ、ー、と、先ほどのこのオムライス株式会社が、えー、と15行以上。 あったと思いますけれども、これ請求書を押すの画面に移動してみますと、はい。こういった形で15行マックスまでいってますよね。で、16行目このままだと印刷されないじゃないかと思うけれども、上のレコード送り押すと、ここ、あのー、16行目、17行目が、あの、2ページ目にきちんと明細入っているような形になりますよね。 うんうん、でここで注意してご覧いただきたいのが、まあ、請求詳細画面のレコード数と印刷テーブルのレコード数が違うなっていうところですね。よいしょ。ちょっと今、対象8件なんでややこしいので、一覧画面戻って、このオムライス株式会社たくさんだけにしますね。オムライス、あよいしょ。 今、これ、えっと、オムライス株式会社のレコードを請求テーブル上では1件しかレコードがない状態になっています、うんうん。で、えっと、印刷ボタンを押しますい。ちょっと一括で押してみますね、あえて。はい。ってするとですね、この件数、上の件数見ていただきたいんですけれども、えっと、後ろに見えている 請求テーブルではレコード1件、オムライス株式会社が1件なんですけれども、この印刷テーブルですね、のレコードはこれ2件あるのわかりますかで、まあ、同じ請求というテーブル使ってしまえば印刷はできるんですけど、ここが1件でしか印刷がもちろんできないんです。 今回2ページ目も欲しいというご要望にお答えするために、わざとテーブルを、別のテーブルを作って、その新しいテーブルの中で請求書が必要な枚数分だけレコードを作成して、えー、こういった形でプレビューをお見せしてるっていうところが大きなミソになります。これ今2ページ目までですけれども、これは3ページ目、4ページ目ももちろん、あの、どんどん追加することはできます。 じゃあちょっと戻りますね。スライドの方。はい。ということで、まあ、えー、この請求書は2ページ目以降も印刷をしたい。印刷する請求書ページをその2ページ以上にするために、っていうところの仕組みをですね、実現するには必要な、えー、ものになるということをなんとなく覚えておいてください。あの 現時点で完全に理解いただ,くいただかなくてもあの問題はないです。OK ですで。どうすれば解決するかについては、この後説明していきますし、第2回、3回、4回というものを、えー、っと視聴いただければご理解いただけるんじゃないかなと思っておりますので、ね、こういったものなんだなぐらいで覚えておいてください。はいでは今回 このの部分のまとめです印刷用テーブルを作成する理由は、請求書が複数枚にわたる場合、まあ、ポータルの明細が多いと書いてますけれども、請求、えー、書の明細です、ね、の数が入力が、えー、と多い場合ですね、必要なためというふうに書かせていただきました。はい、さて、次いきましょう。 次はですね、印刷用のテーブルにリレーションシップを設定しようというところです。印刷用のテーブルと請求書用のテーブルですね。あのー、どうやって関連を持たせたらいいんだろうっていうふうに言います。同じ人は首かしげてますね。はい。まあ、ここまでで必要なテーブルについては説明してきました。では、いよいよ、 えー、請求書の帳表にですね、明細を表示させたいのですが、帳表レイアウトのカレンスである印刷用のテーブルと請求明細ですね、のテーブルをどうやって関連を持たせたら、明細が表示されるようになるのでしょうか。というところを考えていきたいですね。まずは、リレーションシップのおさらいをしてみましょう。リレーションシップはというと、 まあざっくり言うとですね、テーブルとテーブルの関係をつなぐものを指します。この関連を持たせることで、今までお見せしていた請求入力画面に明細情報を表示するということが実現できています。関係を図にしてみました。で請求、えーと、左側に映っている画面が、えー、請求詳細の入力画面。 でその青色で編みかけてある部分が請求管理という名前になっていますけれども、まあ、請求のテーブルを使っております。で緑色で編みかけている部分が、えー、請求の明細のテーブルを使っているというもので表現していますで。右側の図を見ていただくと、まあえー、とその青い部分の請求管理と緑色の部分の請求明細がつながっているのがわかると思います。 請求テーブルの主キーですね。まあ、ユニークなキーのことを指しますけれども、そのキーをですね、請求明細に FK 請求管理として格納し、関連を持たせることで、請求詳細画面から明細を閲覧可能な状態にしているんですね。この左側の PK、請求管理の PK ってなっているものが、請求の、えー、主キーですね、になります。 で、右側の請求明細、緑色になっている部分に FK 請求管理と、えー、記載したフィールドですね。これフィールド名なんですけども、フィールドがあります。で、この FK 請求管理に請求管理の PK を格納して管理を持たせるっていうようなやり方を取っているということですね。よいしょ。じゃあ、こういった形で、あのー、関係を持たせれば、 請求管理の画面で請求明細をレコードを閲覧することができる。まあ、ポータルの中身が見えるっていうところに持っていけるとは、まあ、なんとなく分かったと思うんですけど、じゃあ、印刷用のテーブルとどう関係を持たせれば、うまく諸々を印字できるのかなってとこを考えてみましょう。 では、まず請求詳細と請求明細の関係について確認しましょう。これもあの完成したファイルで確認していきたいと思います。こちらですね。これが請求管理の画面のヘッダーとポータルに映っているのが明細になります。で、えっと、リレーションシップのグラフ、どうなっているかっていうと、ここですね。CA001 の請求から CA002 の請求明細が繋がっています。で、この中身を確認すると、この PK、請求管理の、請求側の PK、主キーですね、を請求明細の方の FK 請求という、えー、フィールドの部分と、こう、イコールで繋が、繋いでます。というのがわかります。で、ここを繋ぐと、 この画面実現するんですけれども、じゃあ実際キーがちゃんと入ってるのかっていうのを見てみようと思います。よいしょ。今ちょっと仮でレイアウト上に出してみますね。これが請求管理の主キーの PK になります。で、こっちのポータル、請求明細のポータルにもこの FK 請求っていうものをちょっと置き換えて表示してみようと思います。はい。で、今この B ローマ字と数字、あとハイフンの羅列見えてると思います。このファイルではですね、PK を UUID で保持するように作っておりますので、この形で表示されております。B4CQ から始まる、えー、キーが、このオムライス株式会社の2764の請求番号の主キーになります。で下の明細ですね。 ご覧いただくと B4C9 から始まるキー、同じものが全部入っていると思います。ということで、この B4C91 ほにゃほにゃから始まる主キー、キーをですね、請求の主キーを、えー、持っている、こ,この FK 請求というフィールドの中に格納している明細の、えー、レコードが、えー この画面で表示されているっていうのがわかるかなと思います、ね。全部同じですよね。はい。よいしょ。では一旦スライド戻ろうと思います。ここまででまあリレーションシップを設定する必要があるという点については理解できたと思います。 ただし、印刷テーブルと請求明細を同じように設定もできそうだな、というところまで想像はついたかもしれませんけれども、このままだと、まあ、15行目以降の明細が印字されないんですね。で、えー、っと、今ご覧いただいている画面が、左側が、えー、っと請求書の帳表のレイアウトになりますけれども、えー、っと、青色の部分が今度は印刷用のテーブルのお金れを使うっていうところは、 かるかなと思いますで緑色の明細の部分請求明細表示させたいんですけれども、えー、これ出そうとすると右側の図をご覧いただくとえ結局印刷テーブルの PK を請求明細に載せるんんっていうところでちょっと考えが止まっちゃうんじゃないかな <laughs> と思います。<laughs> で なおかつ、このままいくと、請求明細と印刷用テーブルは関係持たせた、えー、関連ですね、持たせたとしても、このままだと請求書の上の部分のヘッダーの使用情報ですね、請求テーブルのに登録されている使用情報を印刷の帳表に表示することできないので、じゃあどうしたらいいのかなっていうところを、小技を使って解,、えー、解決していきたいと思います。 まずはですね、請求詳細のヘッダーに入力した使用情報ですね、取引先名だとか、請求、えー、請求日だとかという情報を、帳票にも表示するために、印刷用テーブルに請求管理の FK を追加して、リレーションシップを設定します。今ご覧いただいている図の右側のオレンジ色の部分は請求用のテーブルです。でその請求用のテーブルに FK 請求管理、 といったフィールドを一つ持たせます。で、右上、青色の部分が請求管理のテーブルですけれども、請求管理は PK となってますよね。でその請求管理の PK を印刷用のテーブルの方に、えー、と、FK として内容を持たせて関係、関連をつけるというところですね。 でそしてまあ請求明細はです、ね、請求管理の FK をつなぐのではなくて、えー、印刷用テーブルに FK 請求明細のフィールドを設けて、そのフィールドの中に、次ページですね、請求書の1ページ目、2ページ目を指しますけれども、それぞれに表示したい請求明細の FK を開業区切りで挿入するんですね。えー、真ん中の,の右の方ですね。 えー、印刷用テーブルには FK 請求明細というフィールドを設けます。で、緑色の請求明細には、それぞれ請求明細の PK をもともと持っているので、それを印刷用テーブルと、えっ、ー、と、関係を持たせる。関連を持たせるというところです。1行目、2行目、3行目って書いてます。じゃあ、印刷用テーブルの FK 請求明細フィールドですね。どうなるかっていうと、その中身が左の、あのー、女性が、 呼び立ててる部分の吹き出しの中身になります。えー、1行目の請求明細の PK が入る。そして開業する。で2行目の請求明細の PK を挿入する。で開業するで。3行目の請求明細の PK を挿入する。開業する。という形で、えー、請求明細の PK、キーをですね、開業って区切ってどんどこどんどこ入れていくるっていう感じなんですね。 こうすると、1ページ目、2ページ目など複数ページにわたる請求書を印刷する場合ですね、各ページに必要な、必要な請求明細のキーを挿入するだけで済むので、当初からの要望ですね、複数明細を印刷するっていう部分が、まあ、叶う。といった、えー、ものになります。 ではですね、今口でざーっと説明しましたけれども、実際にどうやって追加するのってところを一緒にやっていこうと思います。と今回この、えー、デモ用のファイルをご用意しました。よいしょ。はい、こちらでご説明しますね。はい。はい、こちらですね。ではまずですね、えっ、ー、と、このファイル、さっきの完成版と違って、 いろいろ中途半端になっているので、今から必要なものを追加していこうと思います。まずは必要なフィールドを追加していきたいと思います。はいえー、まずですね、印刷テーブルに2つフィールド追加する必要がありますね。 先ほどのスライドでご説明した、えー、と請求管理、まあ、請求のキーを格納するためのフィールドと、請求明細を格納するためのフィールドが必要になります。ですので、この印刷というテーブルですね、こちらにキーをあ、フィールドをですね、追加します。で、命名については、えーとまあ、主キーではないものは FK ですね、として、 えー、こ,この後ろに、えー、請求と、請求テーブルの FK、フォーリンキーですね、を挿入したいので、フィールド名をこういった形にしておきます。で、今回このファイルはですね、UUID を PK、キーとして使いますので、タイプはテキストとして作成をします。で、これが皆様お使いのファイルで、数字の、えっと、シリアル番号を主キーとされているのであれば、タイプは数字にしておいてください。はい。 で、請求は追加されました。で、次、請求明細ですね。追加します。で、作成すると。はい。で、これで必要なフィールドは2つ追加できたので、一旦 OK をして保存します。このフィールドの追加の保存も、あの、まめにしといていただいた方が、あの、いいと思います。何かちょっと、このまま、 テーブル、データベースの会開いたまま電話出て帰ってきてキャンセルをして保存するのはそれで消えたとかっていう恐れもあるので私も基本的には追加したら保存追加したら保存っていうのをするようにしています。ではフィールド追加しましたので今度はリレーションシップを設定します。えっ、ー、と一番上これが請求と請求明細の関係ですね。で今回は私印刷用のテーブルのオカレンスにリレーションシップ を設定したいのででこれですね CC001 が印刷のテーブルオカレンスですね。で左下のプラスボタンでテーブルを指定するウィンドウを開き、請求ですね。というものを指定しますで。今回このファイルと同じ命名規則に従うなら CC002、2つ目のオカレンスになるので002ですね。で、アンダーバー請求と。 はい。しておきます。はい。で、えっと、キーを、えー、つなぐんですけれども、えっと、このオカレンスの対象に今、表示がないので、とりあえず適当につなぎます。で、この真ん中の四角い印ですね、ダブルクリックしていただいて、リレーションシープをせ編集の、えー、ダイアログをします。で、ここで選択したいのは、今回、請求の FK を印刷用の、えっ、ー、と、テーブルで。 フィールドを追加したもの。で、右側は請求の PK。で、変更と押すと、下の真ん中ですね、リレーションの、えっ、ー、と、ここですね、左右、きちんと変わったことを確認して、OK してください。これで一つ完成です。でもう一つですね、えっ、ー、と、請求明細作ります。で、請求明細はですね、このオカレンス、あの、複製することもできるので、この複製プラスボタンですね。で この左から3番目のプラスボタンですね。複製をして指定し直していただく分にも問題はありません。CC003 ですね、今度。で、アンダーバー請求明細とします。で、同じようにリレーションを、よいしょ、設定をし、リレーションシップの設定をします。で、今度は FK 請求明細と、えー、請求明細の PK ですね。 ををイコールでで結んで、OK、を押すと、はい、これで2つ設定は完了しました。一旦これ OK を押しておきます、はいで。今のところでリレーションシップの設定はできたんですけれども、えっと、実際どうなってるかって部分をですね えっと、ちょっと皆様はあの、もし手元でファイルがあるならそのままにしておいていただいて構いません。ちょっと私だけあの、ちらっとお見せしようと思います。実際作ったものがどう表示されるかってところですね。ちょっと新しく、えー、と第2回目でやる内容、ちょっと、えー、足かかってくるんですけど、印刷用の帳表レイアウト作りたいと思います。今回 CC00 の 1のの印刷のオレンを入れますここで見ると、ローマ字 ABC 順で、なおかつ1、2、3で並ぶので、きれいですよね。<laughs> で、ここで、えー、請求書って名前つけましょう。でこの時も、もう請求書って名前でもいいですけれども、あとでレイアウトの管理とかメンテナンスするときに、この請求書は印刷するものなのか、入力する画面なのかっていうのが分からなくなるので、私は、 こうプリントっていう、後ろにつけたりして、見分けがつくようにしたりします。で、完了ですね。ホーム形式で完了します。で、ちょっとジョブナビゲー,ーいらないんで、外します。して、ということで、今これまっさらです。で、CC001 のレイアウトを追加されました。で、じゃあ、あの、先ほど追加したキーたちが、えキーたち、FK のキー、 に請求のキー、請求明細のキー入れたらどんな風に見えるかというところちょっとデモしたいと思います。えっと、左のパネルでですね、この FK 請求ってものを画面上にちょっと、今、便宜上表示しますね。よいしょ。で、FK 請求明細も表示しておきましょう。これちょっとキー多くなるので、長くしてきますね。<laughs> じゃ請求のキーが入ったときに、中身が、えっ、ー、と、キーが繋がったかどうか見えるようにするために、えっ、ー、と、フィールドを参照させます。CC001 印刷ですね。ここの請求選んで、まあ参考までになので、えっ、ー、と、そうですね。名前とかがいいと思います。請求先名。 表示しておきますねここにはいで請求明細キー入れたら、ポータルの明細の中身が見えればいいので、今、ポータルだけちょっと仮で追加します。で請求、えー、っと明細ですね。こちらで、行数が、えー、っと今回15行なので、15で OK をしておきます。フィールドですね、これも仮,で仮なので、次回、第2回目でもっとあのきちんとしたものを作りますので、 一旦この形で数量単価当たりまでしておきましょうかね。で、OK を押したで、ポータル追加されました。はい。では、えっ、ー、と、実際にキーをちょっと手で入れてみようと思います。よいしょ。えっ、ー、と、この画面上に今、請求書の P キー入れておきます。 で、こっちの明細ですね。今、これ商品コードも当たってたと思うんですけど、正規明細の PK にちょっと変えときますね。はい。で、これをコピーペーストしたいので、ちょっと編集できるように変えます。ごめんなさい。はい。以上コピーしました。で、さっきの 投票ですね。ここのキーのところに、一件、あごめんなさい。新規レコードして、今、一件にしましょう。一件新規レコードしました。で、キー入れると、オムライス株式会社ですね。請求書のヘッダーの使用情報見えてきたと思います。で次、請求の明細のキー入れてみましょう。で例えば、この一行目の米ですね。コピーして、明細に入れてみます。 そうすると下に、あのー、商品コードと米、米名称と数量と金額見えてきましたよね。1件目出ました。で、次、じゃあ2行目、卵を出してみましょうか。卵の明細コピーして、貼り付けます。で、貼り付けるとき、このエンターで、開業で区切って入れると、卵出てきましたよね。うんうん、で、まあ、ついでに3行目も出しちゃいましょう。 3行目をコピーして、開業で出すと、はい、ケチャップ出てきました。という感じでですね、この印刷テーブル側に持っている FK 請求明細に、この1レコード、請求書1レコードに表示したい明細のキーを、こう、ペタペタ貼り付けていけば、まあ、マックス15行、打ち込まれているなら15件ですね。15、 レコード文のキーを入れれば、この明細にきちんと表示されるようにできると。で、またこの2ページ目に移りたいときは、えっ、ー、と、同じように、まあ、ここのキーは一緒ですね。一緒のものを持ってきて、例えばこの1件だけ、16行目だったらこういった形にすると。いうふうに、えっ、ー、と、印刷テーブルを使って、明細の中身を表示するっていうような、あの、作り方。 が今ご説明したものになります。で、ここの開業区切りで、えっと、キーを入れるっていう部分と、ここを自動でスクリプトで入れるっていう部分に関しては、第4回目にてあの掘り下げてご説明していきますので、あのぜひ、えー、第4回目ご参加いただければと思います。では、スライド戻ります。はい、えー。余談ですけれども、今回の請求書のレイアウトですね、 複数ページ出力できるような仕組みを採用してレイアウトを作成していきます、ねで。メリットとしてはページごとに印刷できるっていうところと、あと、あれですね、えー、メンテナンスしやすい、見た目が綺麗であるっていうところの利点が多いので、この請求書のヘッダと明細ポータルっていうようなレイアウトで作成しております。 他にも請求明細をリスト形式にして、承継パートを駆使する方法ももちろんあるんですけれども、今回はこのやり方の方が綺麗に見えるよっていうことでご説明していきますので、あの、ぜひ参考になさっていただければと思います。それではまとめです。全体のまとめ入ります。まず、海洋区切りのリレーション、あ、全体じゃないですね。ごめんなさい。この03のまとめですね。 開業区切りのキーを使ってリレーションシップを設定することができました。そしてポータルには繋いだ先のそれぞれのレコードが表示されましたね。で、開業区切りのキーの挿入方法だとかについては第4回目にて詳しくご説明します。また開業区切りのフィールドを使用すれば請求明細側に新しくフィールドを持たなくても今あるフィールドだけで印刷用テーブルとのリレーションシップが設定できましたね。 それでは全体のまとめです。まず今日は印刷用テーブルについて触れましたね。作成する理由は請求書が複数枚にわたる場合、ポータルの明細が多い、まあ、つまりは請求の明細、請求しなきゃいけないことからの明細が多い場合、必要なためになります。そして開業区切りのキーを使ってリレーションシップを設定することができる。ポータルにはつないだ先のそれぞれのレコードが表示されるというところをあのデモを交えてお伝えしました。 会業区切りのキーについては、第4回の、えー、取り組みでお伝えしていきたいと思います。会業区切りのフィールドを使用すれば、請求明細側に新しくフィールドを持たなくても、今あるフィールドだけで印刷用テーブルとのリレーションシップの設定が可能ですっていうところもお見せしたと思います。はい。以上で第1回の内容終了となります。お疲れ様でした。えっ、ー、と、次回はですね、第2回。 名が、えっ、ー、と、印刷手表を作る部分に、えー、特化してご説明していきたいと思いますので、あの、ぜひ2回目、3回目、4回目と、えー、ご参加いただければ嬉しく思います。はい。ご参加ありがとうございました。